皆さんこんにちは、山本由伸です。まもなく本格減量に入るので、ネットの YouTube の皆さんのですね、減量の方法をいろいろ検索この2週間ほどしておりました。すごく魅力的なものを見つけてしまったんですよ。先生の主張では、あるとやっている方になってくると減量中は筋肉って本来つかないという話なはずなんですが、減量しながらも筋肉増えるよっていう方法を見つけてしまったんですよ。それはどうやるんでしょうか。先生、リコンプって聞いたことありますか。ちょっと聞いたことないですね。じゃあ先生、早速リコンプっていう、はい、痩せながら筋肉増やせますよっていう方法なんですけど、コンプについての記事の一つを先生にちょっと確認してもらいつつで、先生の教えを元にしてると正直普通なことだったんですね。トレーニングに関して記事の中に書いてあるのが、増量と減量をそもそも作らずにずっとシーズンを続けていく中で週3回ぐらいのトレーニング、その週3回のトレーニングは僕らが一般的にやってるトレーニング、強度がちょっと高めのレジスタンストレーニング、レジスタンストレーニングです。しかも有酸素を控える、はい、摂取カロリーについても増やしすぎず減らしすぎずっていうところですね。摂取カロリーを普通、普通のカロリーを取る。強いて言うとここがちょっとなんかこだわってるのかなと思ったのが、体重 1kg に対して 2.4 から 3.5g のタンパク質を、多めのタンパク質、はい、ちょっと多めのタンパク質を取る、あとはもう十分な睡眠を取ると、はい、以上がですね、ネットに書いてあったリコンプのマニュアルだったんですよ。これ普通やってることですよね。これでまあ、痩せれて筋肉がつくんであれば、それは僕もこれでいきたいなって思って、でも絶対そんなことないと思ったので今日持ってきたんですけど、例えばですね、トレーニングして筋肉が増えました、はいはい、体脂肪減りました、うん、そういう研究いっぱいあります、はい、でもそれってトレーニングしたことない人、それまであんまりタンパク質取ったことがない人、そういう人を対象に行われたもの、はい、で、まあ、例えば日本人で対象にして行われた研究でいうと、はい、タンパク質をちょっと多めにとる、うん、だいたい体重1キロあたり 0.6g ぐらいの人が結構多いんですけれども、うん、それを体重1キロあたり 1g 増やしました、はい、それだけで筋肉増えて体脂肪減りましたというような報告はいっぱいあります。でもこれ別にトレーニングしてる人ではなくて、普通の人が食事を変えたらそうなりましたよというだけなんですね。あるいは初心者の人、トレーニングしたことがない人がトレーニングをしてタンパク質の多い食事をしました、うん、そうしたら筋肉増えて体脂肪減りました。これまあ初心者は普通によくあることですので、はい、何も特別な変わったことでも何でもないのではないでしょうか。ってことは結論から言うと、僕とかみたいにトレーニングもやっていて減量も何回もやってる人は、先生のおっしゃってる増量減量を繰り返してバルクアップを終わらせたら集中的に減量しましょうねしかないってことですね。そうですね。それまでトレーニングしたことがない人、はい、タンパク質あんまり取ったことがない人がちゃんとタンパク質を取ってトレーニングしたら筋肉増えて体脂肪減ります、はい、当たり前のことであって、トレーニング経験者、はい、ちゃんと普段からタンパク質取ってる、そのような人にとって起こるような現象ではないですね。食事がもともとそもそもいい食事になっておらず、運動習慣というところでも十分なトレーニング負荷を与えてなかった人のある意味初心者ボーナスがリコンプである。そうですね、まあ、リコンプというか一般的によくあることであって、まあ、それに名前つけただけですかね。なるほどですね。例えばですけど、今の僕はまさにそうですが、ちょっとやっぱり見た目的に少しかっこよくない、はい、ちょっとポチャっとしてるっていうのが気になったりとか、食事量の部分が大変だとか、いろんな悩みが出るんですけども、この辺で先生から少しでも効率よくかっこいい体をレベルアップしていきつつ増量減量を繰り返すコツありますか。やっぱりですね、1回のそのプチ増量、はい、プチ減量の期間をどれほど長く取らない、これが大事になります。例えば3ヶ月4ヶ月減量しているとどうしても筋肉落ちちゃう、うん、はい、逆に3ヶ月4ヶ月増量していると体脂肪どうしても増えてしまいます。ですのである程度期間を区切って、はい、で増量減量のですね、何キロかというのもある程度抑える、小さいスパンで変えていくというようにするとうまくいくと思います。まあ、例えば体はですね、アナボリック、カタボリック、はい、その2つのどちらかに傾いているというわけですけれども、うん、アナボリックというのは筋肉だけでなくどうしても脂肪も増えてしまう、うん、カタボリックというのは体脂肪が減るだけでなくどうしても筋肉も減ってしまうということになりますので、カタボリックの時に筋肉も脂肪も両方減る、うん、ただしできるだけ筋肉の減る割合を少なくする、はいはい、これが大事です、うん、となりますと1回の減量の幅を
少なくするんですね、はい、期間も短くする、逆に同量の方も例えばアナボリックで筋肉も脂肪も両方増える、はい、ただし筋肉が増えても脂肪が増える割合はできるだけ減らす、うん、これが摂取カロリーがあまり多くなってしまったりとか、うん、同量の期間が長くなってしまったりしますとどうしても体脂肪も増えてしまう、はい、で体脂肪が増えてしまうと減量の時にそれを落とすということで、うん、どうしても筋肉もちゃう、はい、ということになりますから体脂肪も増やしすぎないということになります、うん、やっぱり増やすのも何パーセント以内に抑える、はい、期間も抑えるということが大事ですね。これはですね、私1993年くらい、はい、もう30年前ぐらいですかね、お前にもちょっとお話ししたんですけれども、日本のトップビルダーを集めて、はい、東京大学でいろいろ体の測定したんです。体の測定して、まあ、水中体重っていってドラム缶のお風呂みたいなところにも体全部入って、はい、それで体脂肪とかを精密に測定したりしたんですけれども、うん、それである程度いろんなトップ選手たちの筋肉量ですとか、はい、体脂肪量とか分かったんですが、その人たちがまたミスター日本の前後に同じような測定したんですね、ですので実際に体脂肪量がどれぐらい変わったか、はい、筋肉量がどれぐらい変わったかということがとても精密に測定されたんですが、はい、それで5キロ体重が増えて5キロ筋肉が増えたのではないかと思っていた選手が、はいはいはい、いざ5キロ減量したら筋肉も体脂肪も両方落ちてしまっていた、結局筋肉も落ちていてうまく体脂肪も減っていなかったというような結果が出ました。ですのでトップ選手であっても、はい、まあ、トップ選手といえばもうすごいですね、ちゃんとタンパク質もちゃんと取ってるし、ね、食事もトレーニングも管理しているわけですけれども、それでも体脂肪を減らしながら筋肉を増やすってことはできないわけです。体脂肪を減らしながら筋肉を増やすっていうのはすごい夢のような話ではあるんですけれども、ある程度トレーニング経験を積んでいる人には非常に難しいこと。例えばですね、いろんなコンテスト見ていきますと、例えば1年後2年後である選手を追っていっても一気にドカンってでかくなった選手ってあんまりいないんですよね、まあ、みんな本当に少しずつ少しずつ変わっていく、あるいはまあ逆にちょっと落ちちゃってる人もいたりします、トップでも。つまりそれだけ筋肉を増やしていくのは難しいことなんですね。ですからそういうことを考えますと、リコンプというのはもう本当に初心者にしか起こらないこと、でもそれを逆に考えますと、その初心者のうちにいかにリコンプできるかですよね。その初心者ボーナスのあるうちにいかに体脂肪を減らして筋肉を増やしていくかということが大事になってきますので、この動画をご覧になっている初心者の方、初心者ボーナスをとても大事にしていただいてですね、ちゃんといろいろと勉強して最強の初心者ボーナスを手に入れていただければと思います。トレーニングも減量もあると進んでいる人は王道を頑張んなさいと。そうですね、リコンプありえないということになると思いますので、まあ、ちょっと夢を潰すようで申し訳ありませんけれども、はい、普通にプチ増量プチ減量を繰り返していくのが一番いい方法ではないかなと思います。今回は竹戸さんからの質問について、リコンプ、はい、体脂肪を減らしながら筋肉を増やすということが可能かどうか、それについて解説していきました。面白かった、興味が持てたという方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。